明日からまた仕事ですよ。今ね、深夜の4時です。本当に寝れません。今日は夕方の6時ぐらいまで寝てました。土曜日の深夜3時ぐらいに寝て、で6時日曜日6時に起きまして、そこからこたつでゴロ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 してさ、で気づいたら1時ぐらいでした。でもう1週間まだまだお風呂入んないんで、でまあ今日頑張って入らなきゃと思って、今日入らなければね2週間入らないことになっちゃうから、頑張ってお風呂というか、まあシャワーですけどね、入ってきましたよ。明日から仕事です。40後半の、そして50代の中年の皆さん、頑張って働きましょうね。どうせ残業手当もつかないんでしょう。で休日出ても何もつかないんでしょう。分かってますよ、私と一緒ですから。これでコンビニ生活とかときつい、きついよ。私はこうやって発信していくので、手取り15万だけど、みんな無視だと思うから、頑張っていきましょう。どうせ見込み残業で、見込み休日出勤で手取りは15万とかでしょ、どうせ。仲間ですね。やっていこうぜ。日本を盛り上げていきましょう。今年はオリンピックやるぞ。やらなきゃ日本は終わりです。オリンピックやるぞ。